19世紀の絵で、旧モスクワ市庁舎と国立歴史博物館に挟まれている。バスクレセンスキー門は、ロシアモスクワにある赤の広場への入り口にある門である。バスクレセンスキー門は、復活門の意味で、ロシアモスクワにある赤の広場への入り口にある門である。17世紀に建設された門で、赤の広場側に、キリストの復活の遺構が設置されていた。 旧ソ連時代の1931年にパレードの邪魔になるという理由で取り壊されていたが、1993年に元の姿に再建された。マネージュ広場から赤の広場へ入るにはこの門を通り、左に旧モスクワ市庁舎、右に国立歴史博物館がある。空色のドームを抱いたイビロン小聖堂、を、ギリシャの正教会聖地、 アトスさんのイビロン修道院にあるイコン、イベルスカヤの生身女の複製画が1648年にロシアにもたらされて大センセーションを起こした。1669年にバスクレセンスキー門のマネージュ側に建てられた小聖堂に安置されていたが、イコンは旧ソ連時代に失われてしまった。赤の広場へ入る前に必ずこのイコンを拝んでから入る習慣があり、 18世紀の反乱首謀者のプガチョフも赤の広場での処刑前に、ここでロシア人民に許しをこうたという、バスクレセンスキーモン。ありがとうございます。